第103戦闘攻撃飛行隊はアメリカ海軍の戦闘攻撃飛行隊。ニックネームはジョリー・ロジャース項目参照。F-103 と表記されることが多い。もともとはスラッガーズというニックネームだったが、1995年10月1日に解体された VF-84 からニックネームとスカルクロスボーンのマーキングを引き継いだ。 第103戦闘攻撃飛行隊は1952年5月1日、ナズセシルフィールドで VF-103 スラッガーズとして F4 ユーコルセア装備の飛行隊として創設された。1954年から F9 回クーガー、1957年から F-8 クルセーダーと使用機を次々に変更し、VF-102 とコンビを組み空母コーラルシート、 ホレスタルに搭載されて地中海に展開した。その後、1965年にコンビを組む飛行隊を VF-31 に変更すると同時に F-4 ファントムに機種変更した。ベトナム戦争勃発に伴って VF-103 は1972年4月から翌年2月までトンキムワン城の空母サラドガから作戦行動を行い、 8月10日夜に、ロバート・タッカー・少佐とスタンリー・イーデンズ中尉が、ミグ -211 機を AIM-7 で撃墜した。これは、ベトナム戦争の全期間を通じて、唯一の夜間撃墜であった。VF-103 が F-14 とムキャットに、機種変更したのは1983年と、F-14 を装備する飛行隊の中で最も遅かったため、 機種変更と同時にトップスの運用能力も獲得している。また、東海岸に配備された F-14 飛行隊で初めて AIM-54 の低高度発射を行ったのは本体である。上に機が VF-103 の F-8 サラトガに着艦する F-4 クリスマス塗装の F-14、F-14 に 機種変更してから2回目の公開中の1985年10月7日、アキレラウロ法事件が発生。犯人は2日後に投降し、エジプト航空機でリビアに脱出した。この事件で犯人グループはユダヤ系アメリカ人1名を殺害したため、アメリカ政府はアメリカに対するテロ行為だとして、犯人の拘束を決定した。犯人の乗る航空機を強制着陸させるために、 VF-103 と VF-74 の F-14 が発進し、犯人の乗る気を囲むようにして、イタリアのシゴネラ基地へ強制着陸させた。1991年の湾岸戦争時には、サラトガに搭載されて攻撃隊の護衛やトップスによる爆撃効果判定を行った。VF-103 は、作戦4日目に SA-2 によって一機を失っている。 1995年10月1日に VF-84 が解体されたことに伴い、VF-103 は、スラッガーズからジョリー・ロジャースにニックネームを変更した。また、同年からロンティーンの運用を開始した。その後は、アライド・フォース作戦、サザン・ウォッチ作戦、普及の自由作戦に、10時2003年からのイラク戦争時には、 ペルシアン上の空母ジョン F ケネディから384回、計1913時間にわたって、作戦行動を行い、21発のグブー -12 を投下している。VF-103 は2004年に F-14 から FA-18 スーパーホーネットに機種変更し、同時に F-103 に対面を変更している。ありがとうございます。